皆さんこんにちは、武田塾の高田です。清水です。今回のテーマは夏だけ武田をみんなに知ってほしいというテーマでお送りしたいなと思ってます、はい、季節は夏ですね。暑い暑いですね。僕もちょっとご存知通り汗だく体型なんで夏は苦しんでます。夏受験の勝負の分かれ目やったりするじゃないですか、はい、で高1高2の子たち、まあ、中学生の子たちも夏めっちゃ大事じゃないです か、 だから夏みんなうまくいってほしいんですよ。そうなんです。夏だけ武田というものがあるのでそれをちょっと紹介したいなと思ってます。お願いします。じゃあ受験本番までずっと武田塾に通うっていうのはねちょっと勇気いる子もいると思うんですよ。時間のある夏を利用して1ヶ月まず武田塾やってみる。それで合うんだったら続けてくれたらいいし、もう1ヶ月でちゃんと分かったってことだったらそのまま自分で独学で勉強してくれてもいいし、うん、まず1ヶ月通ってみませんかっていうものが夏だけ武田になります。これ通うとどんないいことがありますか？3つに絞ってお伝えしていこうかなと思います。お願いします。1点目が、はい、勉強時間がめちゃめちゃ増えます。おー、まあ、0から8みたいなレベルですね。あ、1日8時間とか、はい、0やった子ができるようになると。なるほど。あと一番最初に出る成果、まあ、勉強の変化っていうのがやっぱ勉強時間なんですよね。確かに確かに。まあ、勉強時間はそもそも取れてない人が多いんですよ、うん、受験生の中で。例えば夏だけに通ってくれたあの、まあ、生徒さんの保護者様から、うんうん、今まで全然勉強してる姿見たくなかったのになんかめちゃめちゃ勉強してるんですけどみたいな感じで言ってくれたり。今武田塾チャンネル見てる高校生たちも、はい、勉強法とかね、はい、参考書とかね真似して武田塾とかやってくれてると思うんですよそれこそ受験生だったら8時間とかちゃんと毎日できてますかと、うん、勉強したりしなかったりみたいな感じだと思うんですよね、はい、でもそれが武田塾の夏だけ武田通うことによって先生と一緒に勉強の計画がまず出ますと、はい、毎日のノルマが決まりますと、はい、で自習室っていう環境がありますと、はい、で先生と場合によって約束するわけですよ、うん、今日は何時に来るのみたいな。じゃあ OK、うん、10時に待ってるねって言って10時来て、はい、そこから自習室でみんなと一緒に勉強頑張るわけですよ。それは勉強サボれないですよね。この習慣化できるっていうのが武田塾のすごい強みなのでね、1ヶ月でも結構結果出るんで試してみてほしいですね、うん、続いて2点目、はい、身につき度が全然違います。勉強法が変わるってことですね、はい、人によるんですけど、うん、勉強したの定義おほいほいほいなんですよね、うん、例えばじゃあネクステやりましたって一口に言っても、うんうん、文法の問題集、果たしてじゃあやったって言った人の中で、うんうんうん、じゃあ今ネクステをやった範囲を解いて全問正解できる人どんだけいるのかみたいなことですね。ほぼいないでしょうね。参考書たくさん持ってても、はい、これ完璧にしたぞ、これは極めたぞって本ってほとんどみんなないと思うんですよ。で武田塾毎週確認テストやっていくじゃないですか、はい、まあ、8割で合格なんですけれども、うんうん、自分が勉強した内容がもう数値化されてどれぐらい定着したかっていうのが分かるって、うんうん、自分でやってない人めちゃめちゃ多くって、うん、しかもそれ気づいてない人が多いっていうのが結構ね、うんうんうん、危ないところなんですよね。武田塾本当に勉強法から指導して今日ね例えば罰つけた問題をいつ復習するのかとか、はい、週間の中で復習の日こうやって取ろうねとか、うん、で身につけていくってやり方を教えてさらに1週間後にその範囲でテストをするから、はい、間違えたものほったらかにしに、はい、次回やろうみたいなのは許されないみたいな ね、はい、で合格しないとさしかも次に進めないからまた同じ範囲やるのみんな嫌じゃんみたいな、はい、だからこう強制的にこうやるみたいな仕組みになるのがいいところかなと思います、はい、ここまでやったで勉強したって言っていいんだなっていう気づき分かってもらえるのがすごい大きいメリットじゃないかと思います。ほとんどの子がねずれてるんですよね勉強やったの基準がやっぱ低い、はい、受かってる子はめっちゃ高いけどそうなんです、うん、ここの感覚を合わせるってめっちゃ大事な作業だと思いますね、はい、そして最後3つ目、はい、勉強効率が全然違います。おー、まあ、これはスピード的な話ですね。英単語100個覚えるのにかかるのがまあやっぱ人によって違うわけなんですけど、うん、当然3時間かかっても覚えられるか覚えられないかみたいな受験生もいれば、うん、もう1時間で100個パパッと覚えてしまう受験生もいると、うん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 、それを3分の1の時間でできる人も、うん、まあ、各参考書各教科身につけてほしいなというところですね。例えば英単語100個やったら、はい、それこそ武田塾の生徒で、まあ、1時間で覚える子が多いですかね、はい、でいくら時間かかっても90分超えることはないですね、うんうんうん、今までだったらもうそれこそ1日かかっても100個覚えられないとかいるわけじゃないですか、はい、暗記のポイントとか無駄を削ぎ落とした勉強法とか、うん、はい、それを徹底的に指導して実践してもらってやり方合ってるかどうかを先生たちが見ていくよと。正しい勉強法って知ってるのと知ってないのだけでも大きな差になるんですよね、うんうん、あらゆる勉強法をレクチャーしますんで、うんうん、これぜひ受けてほしいですね。スピードの話でいくと、はい、そう1ヶ月でねどんだけ成果が出るのかみたいなところもあるんですけど、うんうんうん、例えばネクステージとか、うん、まあ、みんな使ってる人多いと思うんですけど皆さんどれぐらいで仕上げられそうですか。いやもしくは使ってる人今どれぐらいやってますかっていうところなんですけど、うんうんうん、武田塾のルートだともうまさに1ヶ月で仕上げてしまうわけなんですよね。確かに文法の問題800問ぐらいありますけど、はい、夏1ヶ月あればちゃんとやりきれますね。英語で3時間ぐらい勉強時間ちゃんと 毎日取ってくれたら、うん、6ヶ月かかってようやくネクステ終わる人と1ヶ月で仕上げられる人、うん、どっちが合格に近いですかっていうところでいくと当然後者なわけなので、うん、効率よく勉強できる受験生になってほしいな。武田塾に入る一番のメリットかもしれないです。もはやどんどん勉強上手くなってほしいですね。3つの大きなメリットが夏だけ武田1ヶ月受けてもらうだけでも十分感じてもらえるんじゃないかなと思いますね。
これでね気に入ってくれたそのまま、ね、受験まで続けてくれたらいいですし、はい、本当1ヶ月でもう武田塾の技全部盗んで、そうですね、でちゃんと勉強できるように生まれ変わっちゃって、はいはい、もう自分でいけるって思ったらもうそこから、ねね、独学でガンガン参考書ルートを進めていけばいいわけなので、うん、そのルートも全部渡してますしね、夏だけだけどぜひ利用して生まれ変わってほしいなと、はい、覚醒してほしいなと思いますね。1ヶ月受けて損はさせないんで、まずは無料受験相談に来てください、はい、今回は以上です。高田先生、はい、あの夏だけ武田が今年も始まるみたいですよ。あの勉強習慣がめちゃくちゃ身について勉強法もまるっと変わる、あの夏だけ武田ですね。そうなんです、今は入会金無料で武田塾に1ヶ月勉強してもらいます。君も勉強時間爆増間違いなし。詳しくは概要欄から。